ゆるしゅみチャンネルのゆるしゅみです。2023年10月期ドラマ紹介、今回私が紹介していこうと思っているドラマ、もう一つはフェルマーの料理。青足で有名な小林有吾先生による漫画原作で、月刊少年マガジンにて2018年10月号から不定期連載中です。内容は、数学者を志すもその道を挫折した天才数学少年北田岳と謎多きカリスマシェフ朝倉海が出会い、数学的思考で料理という難題に立ち向かっていく。海が経営する新進気鋭の超一流レストラン K で、世界中から集まった実力あるシェフたちと切磋琢磨し、誰も到達していない料理の真理の扉を開くべく、料理数学で前人未到の世界に挑む若きプロフェッショナルたちの青春ストーリー。天才数学少年の岳を演じるのは高橋文哉くん。仮面ライダー01でデビューしてますが、それ以外のドラマ作品は私全部見ていました。調理師免許を持つ22歳、若手俳優で大注目の文哉くん。どんな岳を演じてくれるのか楽しみです。謎多きカリスマシェフ、海を演じるのは志尊淳くん。朝ドラ、大河、ドラマといろんな役をこなす志尊くん。今回は若手、天才シェフの奇才っぷりを発揮して、優しいイメージを覆して魅了してほしいです。二つ星レストラン K のシェフランナを演じるのは小芝風花ちゃん。かなりドラマに出てますね最近。まっすぐで誠実な役柄が多いイメージですが、今回のランナをどう演じるのか気になります。岳の良きライバルで K のシェフ乾孫六を演じるのは板垣李光人くん。女の子みたいな可愛い顔ですが、大河ドラマや映画、舞台と子役から経験を積んできた21歳。孫六役をどう演じるのか期待しています。岳の高校生の同級生で水泳部所属の女子高生魚見愛を演じるのは白石聖ちゃん。漫画の愛はガングロで元気いっぱい女子ですが、白石聖ちゃんは美白イメージ。口は悪いけど岳を支えていくあゆに期待してます。 K の副料理長布袋克也に細田佳彦さん、名バイプレイヤーですよね。最高の教師にも出てました。 K のナンバー2としての腕前気になります。岳が通う高校名門ベルス学園の理事長サイモン景勝に及川光博ことミッチーです。通う夜10時のミッチーじゃない方です。めちゃくちゃ嫌われ役を今回王子がやってくれるということで楽しみです。 K の給仕事長を務め料理以外の仕事を完璧にこなす福田ねねに宮沢エマさん。近年のミュージカルで彼女は欠かせない存在ですよね。木曜9時のユリア先生の赤い糸にも出演します。一癖あるネネをどう演じてくれるのか楽しみです。岳の父親北田勲に宇梶隆さん、もう漫画のまんまです。岳が幼い頃妻に先立たれてから男で一つで育てた愛情深いお父さんの役にぴったりです。ドラマのオリジナルキャラクターで謎の男、淡島優作に高橋光臣さん。彼もよくドラマで見かけますね。筋肉のイメージなんですが、今回の補足に海と渋谷と密会を重ねている謎の男、服についたソースを洗い落とす手間を省くために上半身裸でディナーをしたり、コースの順番も気にせずガツガツ食べるなど常に合理的であることを追求している。上半身裸でディナー、想像しただけでも笑います。楽しみです。料理界の伝説のシェフ渋谷勝弘、中村徹さんが演じます。原作漫画の方で渋谷シェフは今のところ出てこないのですが、フェルマーの料理を出す前にも料理漫画天満アラカルトという漫画を書かれてて、そこに伝説のシェフ
渋谷克弘は登場しています。もしかしたら掛け合わせて作られているのかなと予想しています。伝説のシェフと謎の男淡島と貝のつながりとはどんな話になるのかワクワクします。ここで公式ホームページでの第1話のあらすじを紹介します。名門ベルス学園に通う天才数学少年北川岳の夢は数学者になること。しかし数学オリンピック選考会でライバルの圧倒的な実力を目の当たりにした岳は自分が偉大な数学者にはなれないことを悟ってしまう。岳にとって初めての挫折。うつろになりながら学食のバイトで何気なくまかないを作っていた岳に料理界のカリスマ朝倉海が声をかける。海は自身が経営する二つ星レストラン K でベルス学園の理事長サイモン影勝がパーティーを開くことになり、その打ち合わせに来ていたのだった。岳が作る計算され尽くしたまかないのナポリタンに衝撃を受けた海は自身もナポリタンを振る舞い、岳もまたその完璧な味に驚愕する。その矢先、同級生の魚見あゆから退学命令が出ていると岳に連絡が入る。特待生の岳が数学オリンピックを辞退して名門校の名を汚したことに理事長が激怒したのだ。しかし東京大学への進学を期待している最愛の父北田勲のためにも退学になるわけにはいかない。こうして窮地に立たされた岳に対し、言われた通りにすればお前の状況を変えてやると海が驚きの提案を持ちかける。漫画は現在4巻が最新巻ですが、ドラマ実写化するには結構巻数が少ないですよね。原作小林優吾先生のブログで去年の夏にこのドラマ実写化の話をもらい、制作陣の並々ならぬドラマにかけた思いを受けオファーを承諾したそうです。そこから脚本の渡辺裕介さん、 TBS プロデューサーの中西真央さん、月間が担当の加藤さん、小林先生4人で脚本を練り上げ設計されたそうなので、ドラマオリジナルになる部分などもあって面白くなるんじゃないかと期待しています。脚本の渡辺裕介さんはブラッディマンディやガンツ、ドクターチョコレートなどを手掛けたベテラン。もう一人の脚本家は三浦紀沙さん。育休でか彼女は綺麗だった、明日私は誰かの彼女などを手掛けた方です。TBS プロデューサーの中西真央さんは100万回言えばよかったの時は編成でしたが、今回プロデューサーとしてこのドラマを手掛けます。演出家の石井康春さん、平野俊一さん、大内舞子さんのお三方もすごいドラマを演出してきた大ベテラン、期待が高まります。音楽は前回のドラマトリリオンゲームを手掛けた木村秀明さん。主題歌は10フィート理方程式、予告で流れてるのを聞いただけでワクワクします。豆知識1つ目、フェルマーの料理のフェルマーとはどんな人ということで紹介します。ピエール・ド・フェルマーはフランスの法律家、数学者です。1600年代の方ということで、パスカルやデカルトと同じ時にフェルマーも存在していたんですね。48個の算術のうち48個目の答えが300年くらい分からず、やっと1995年にフェルマーの最終定理を証明したのがイギリスの数学者アンドリュー・ワイズさんでした。豆知識、2つ目、数学オリンピックというものがあることを知っていますか？数学オリンピックは高校生を対象とした数学の問題を解く能力を競う国内選手権大会です。数学オリンピックは毎年行われる国際数学オリンピックおよびヨーロッパ女子数学オリンピックの日本代表の選手を選抜する大会として開催されます。数日前からいろいろとキャストが発表されてきていますが、武蔵神楽ちゃんについての説明で数学オリンピックを共に目指した岳の幼なじみと書かれてましたが、漫画では幼なじみではなく日本ジュニア数学オリンピック大会の会場で初めて小学生の時に出会いました。国際数学オリンピック金メダリストと書かれてますが、漫画では数学オリンピック日本代表銀メダリストです。武蔵神楽役に久保田紗友さん、
ドラマ先生を消す方法では高橋文也くんと出演していました。神楽は学と数学オリンピックを目指してましたが、学が挫折したことで2人の関係がどうなっていくのか、漫画の神楽は冷たいイメージなので、ドラマではどんな風になるのか楽しみです。そしてカイのレストラン K のシェフたちも発表がありました。中国出身、主にスープを担当、ワン・ミンジェン役、浅井大地さん。ドラマ最愛で嫌な役をやったり、朝ドラランマンでは万太郎を台湾で支える現地のガイド役でした。台湾でモデルや俳優をしていたこともあり、この役はうってつけだと思います。スペイン出身、魚料理を担当、ダビド・サロ・ペーニャ役、フェルナンデス直行さん。よく海外に逃亡する役で見かけます。アバランチにも出てました。フランス出身、デセールデザートを担当、ジャン・ジョルダン役、ジュアさん。モデルでナレーションなどもするフランス出身のジュアさん。日本語、英語、3カ国語話せるそうです。フランス語が堪能でワインに詳しい黒崎玲子役、江頭真奈美さん。ドラマ霊媒探偵城塚翡翠の3話に出ていました。フランス語堪能な役なので、周りにフランス語話せる人が多いから頑張ってほしいです。フランス出身、ワインの資格を持つアネット・バルトリ役、八木有沙さん。ビビのモデルなど女優としても活動している彼女、父親がフランス人ということもあって、フランス語、英語、韓国語も話せて美人でスタイル抜群、最強ですね。フランス料理に関する資格を多数取得している鳥越まどか役、木田圭介さん。映画、舞台、テレビドラマの他に V シネマにも出演している木田さん。ドラマ「俺の美女化が止まらない」では綺麗な女装を披露していました。長く紹介しましたが、フェルマーの料理第1話は10月20日金曜夜10時スタート、初回15分拡大です。高橋文也くんと志尊淳くんのバディ、どんな化学反応が起こって美味しそうな料理を見せてくれるのか、今から楽しみです。コミックシーモアで10月12日まで1巻を無料で読めますよ。この機会にぜひ読んでみてはいかがでしょうか。このドラマを楽しみな方はコメントで教えてください。公式サイト、公式 X、 公式 Instagram、 公式 TikTok は概要欄に URL を載せています。気になった方は飛んで見に行ってみてくださいね。最後までご視聴くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ゆるしゅみでした。